下流を望む小里川ダムは、岐阜県水波市と岐阜県伊那市にまたがる、一級河川、庄内川支流の小里川に建設されたダムである。国土交通省中部地方整備局が管理を行う、国土交通省直轄ダムで、高さ114.0メートルの重力式、コンクリートダムである。洪水調節、環境維持、発電などを目的とした、特定多目的ダムである。 ダムによって形成された人造湖は織川湖と命名されている。小里川は天根爆山を水源とする庄内川の支流の一つであり、大正時代より3カ所の水力発電所が設置されていた。小里川は氾濫が多く被害を防ぐためにダムが計画され、1969年により予備調査が行われた。その後、百七十二年の集中豪雨では、 江名郡山岡町、水波市といった小里川、省内川一帯は大きな被害を受けている。そのような中で小里川のみではなく、都市河川化した省内川流域の浸水被害を防ぐため、1975年に正式に事業化される。1979年に着工。2004年3月31日に竣工する。地域に開かれたダムに指定されている。 小里川ダム管理所には、資料室、小里川ダム触れ合い館があるほか、ダムの内部を一般に開放しており、ダム停滞内部を見学することも可能である。ダム周辺は、触れ合い館、ダム岩部地区、原石山地区、モダンパーク地区、ダム砂岩部地区として整備されており、ウォーキングコースもある。ダム近くにある道の駅おばあちゃん、市、 山岡には小里川発電所の完成により廃止された水力発電所に使用されていた石像アーチ橋、強運橋が移設保存されている。ダム建設のため、岐阜県道33号水波上や萩線が水没することになり、ダム湖の上岸に振動が開通している。ありがとうございます。